はい、今回はボンドショップ裏でカスタマイズさせていただいた LC500 をご紹介させていただきます。カスタマイズを担当した高橋くんです。よろしくお願いします。はい、で以前も1回ご紹介させていただいている車両なんですけれども、今回ちょっとさらにカスタムが進んだっていうことと、あとは結構びっくりなギミックが追加されてるみたいなんで、ちょっとその辺を重点的にお伝えしたいと思います。これは今回どんな感じでカスタマイズが進んだ感じでしょうか。まずエアロパーツを、はい、フロントのリップと、はい、あとサイドのサイドがリップですね。はい、でリアはなんかもともと、あ、リアもこれもリアも、この部分ここだけ追加されてると。そうです、そうです。はい、ちなみにこれはメーカーはどちらのメーカーになりますか。これはトムスです。あ、これトムス、トムス、あ、これトムスなの。そうです、リアディフューザーもトムスなんで、これは以前もついてたやつ。そうです、そうです。に追加してこっちもトムスになって、このサイドスカートがノベルっていうメーカーの。あ、なるほど。あ、なるほど。なんか同じメーカーじゃないかっていうぐらいまとまりが、カーボンの折り目とかもそうなんですよね、あや折りで揃ってて、はい、でフロントも同じくノベルの。そうです。はい、なんかこれをチョイスしたのは何か理由があるっていうことで。 LC のリップってこの脇がシュッて立ってる、はい、ああなるほど。ここがこういう形状のものが多いんですよね。はい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 、はい、なるべくシンプルな、はい、デザインが良かったんで。なるほど。じゃあこうなってないのを探して、そうです、そうです、結果このノベルっていうメーカーのエアロパーツになったみたいです。かなり張り出しも、両サイドの張り出しがかなり大きくって、かなりエッジの効いたデザインになってますね。はい、前回りはこんな感じでしょうか。そうですね、はい、であとカスタマイズポイントとしては、あとはあとここ塗りましたあれ、ここ塗ってなかったんだっけ。ここ同色だったんですけど、ここ塗りました。ああそうなんだ。ちょっとこうヘッドライトがシュッて伸びてるような感じ。はい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 、はい、ちょっとフロントの顔つきがちょっと以前の動画と比べておきましょう。はい、そうです、ね、ちょっと顔つきが変わった感じで。じゃあもうこれは LC 乗ってる人とか詳しい人だったらもうパッと見てすぐ、あ、なんか違うなっていうのが分かるポイント。はい、であと今回なんとびっくりなギミックが、はい、ついてるっていうことで、はいはい、ちょっとこれはさすがに、まあまあ、はい、ちょっとローダウンした車慣れてる人でもちょっときついかなっていう、はい、で特にこのオーバーハング的なのも結構長くなっちゃってるんで、まあ、ちょっと厳しいかなっていう、はい、そうですね。そこで登場するのが何でしょうか。リフターを追加したので、はい、リフターが今回追加されてるみたいです。はい、ちょっと動き先にじゃあ見ちゃいましょうか。なんと室内のスイッチ操作一つで車高がかなり上がってますね。5センチぐらい、そうですね、上がってるんじゃないでしょうか。はい、もう多分ホイールのこの隙間とか見てもらえばかなり上がったのがお分かりいただけると思います。でもちろん下げるのもスイッチ一つで、はい、スイッチ一つでできちゃうと。あー、なるほど。じゃあもう踏切とかそういう段差ももうすぐ上げて、そうですね、回避して、まあ、回避したらすぐ下げられるっていう、はい、上がる時間も早いんで。なるほど。これじゃあなんかこう手間取ってあたふたせずにこうスマートにこうシュッと上げて、そうですね、こう段差を回避できる感じじゃないでしょうか。はい、で今回取り付けたこのギミックがロベルタの、はいはい、もうスーパーカーとかのリフターでおなじみロベルタさんのリフターがついてるみたいです。はい、これは どういう仕組みになってるの。これショックの、はい、上側、アッパーの部分にカップが入ってて、はい、ショックアブソーバーの上にこうエアーで伸びるシリンダーがついてて、それでリフターが効いてると。はい、で基本的にそのエアサスとかと違うのはこう下げるためのものじゃないんで、そうですね、まあ、基準の位置から上げるっていう使い方になります。で乗り心地もほとんど変化がない。下がってる時は完全にリジットになるんで、足の動きは邪魔されない。あー、なるほど。じゃあもうエアバッグのタイプのベタベタにするエアサスなんかと違って、そうですね、まあ、乗り心地が損なっちゃったりとか走行性能を損なっちゃうようなことがないっていう。そうです、はい、そうです。だからこうスーパーカーとかこの手の車にももうもってこいな足回りのシステムです。はい、そして今回フロントだけですけどリアも確か入れられるんだよね。リアも入れられます。だから4輪こう上げたりとかっていうのもできるっていう、はい、そしてさらにこうスーパーカーとかにも付けられる、はい、まあ、フェラーリ、ランボルギーニ、マクラーレン、はい、もうなんで、まあ、純正リフターがない車とか、はい、純正リフタープラスアルファでつけたい車なんかにも非常におすすめのシステムになってます。はい、で具体的にはどんな感じで操作するんでしょうか。もう本当にスイッチの操作だけなんで、はい、
あーなるほど、今回はそのステアリングの下にちょうどそうですスイッチを取り付けたみたいです。今回は貼ってあるけど、これどっかパネルにくっつけたりとか、あとは別に持ってても、そうですね、キーホルダーみたいな感じで持ってても、でも貼り付けるのが多いですかね。よくこうシフトの近く、フェラーリなんかなんかシフトのところとかよくつけたりとか、はい、あんなちっちゃいリモコンで、まあ、押すと、ちょっと押してみていいでしょうか。こっち下ボタン？下ボタンで下がる。でこんな感じで、はい、上げたり下げたりっていうのがすぐできると。はい。でこれエアーでやってるんで、エアーのタンクとコンプレッサーが追加になるっていう。コンプレッサーは、まあ、ちょっと止めちゃった後ろに。あ、LC、あれこの前がそう？これです、ここの部分。ああそうなんだ。なんで全然荷室は確かになんかそんなに損なってない。そうですそうです。こういうのも普通にそのまま。ああなるほど。いいね。でこのブーンっていうのが今コンプレッサーでエアを充填してる音っていうことですね。でもこれも充填終われば勝手にコンプレッサーの動き止まるんで、まあ普段走行しててこの音が出るってことはないって、使った後にちょっとエアの圧が下がっちゃうと音がするって。これだと全然すごいね。本当に奥行き20センチぐらいでしょうか。あとは両サイドが埋まるぐらいで本当にコンパクトに、はい、これもじゃあちょっとホームページでなんか こんなのが入ってますよっていう絵差し込んでみましょう、はい、そんなのをつけるだけでこの動きができるっていう、はい、他のフェラーリとかだったらこうフロントのこのボンネットの中にこうポルシェもちょっと、ね、ああポルシェとかもねちょっと下の方を少し埋めてこういうことができるみたいです、はい、ロベルトはボンドショップ何台もやってますんで、はい、もう何でも車種問わずでいいので。いやでもそこは要確認。あ、要確認で、まあ、スーパーカーとか、まあ、定番というか、まあ、結構あの人気の車種に関しては大体の車種ラインナップしてると思いますんで、まあ、まずは一度お問い合わせいただければ。でざっくりでいいんでこの辺いくらぐらい。ロベルタですか、はい、フロントすごくざっくり100ぐらいめっちゃかな5万円ぐらいで、はい、できるみたいです、はい、じゃあ例えば中古で買ってついてなかった、純正リフターがついてなかったとか、元そもそも設定がないとかで、カスタム進めていく上で必要になっちゃったとかっていうのに関しては、まあ、非常にお勧めできる、はい、そんな感じで。純正リフター付きでもそれ殺してつけるっていうの。え、なんでなんでなんで。ランボとかできます。上がりが、あ、そういうこと。あ、そうなんだ。あ、確かに純正より早いっていうのもメリットなんです。そうですね。なるほど、そんな仕様になってるみたいです。であと細かいところなんですけど、内装で今ちょっと映っちゃいましたけど、はい、ちょっとシートベルトを変えてみました。すごい。なんと室内シートベルトが張り替えられてます。はい、これは純正を加工して、純正のユニットごと外して業者さんに送って巻き替えてもらう。でそのベルトの部分を巻き替えてもらって、で今回はこのこれ白、シルバー、白です、白。あ、白で張り替えた、はい、でこれもいろんな色にそうですね、できる、まあ、赤とか黄色とか。あ、なるほど。じゃあもうボディカラーとか内装のイメージカラーに合わせていろんなことができる。そうです。なるほど。もうここ変えるとなんか一気になんかコンプリート化っぽく、はい、なって、非常にこの辺もおすすめのカスタムじゃないでしょうか。はい、というわけで今回はボンドショップ裏でカスタマイズさせていただいた LC500 をご紹介させていただきました。ロベルタのこのリフティングシステムは純正のリフターよりかも動きが速かったりだとかリフト量が多かったりするんで、まあ、純正リフターついてる方にも非常におすすめです。まあ、車種問わず、まあ、問わずというか問わずじゃないの。まあいろんな車種取り付けできるみたいなんで、まずは一度興味のある方ご相談くださいませ。はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。